ナルの靴下ってどこ？学校指定のやつが見当たらないの。そんなの知りません。もう高校生でしょ。それじゃあ明日のお弁当は？ご飯じゃなくてパンがいいな。お母さん、お弁当用にパン焼いてよ。知りません。パンが食べたいならコンビニで買いなさい。ちょっと何なの？お母さんは私の母親でしょ？ちゃんと家のことやってよ。元母親です。ひなた、あなた私とお父さんが離婚したこと忘れたの？週末、離婚したからお母さんは家を出てきたんだよ。ガチで離婚してたの？お父さんと離婚ごっこでもしてるんだと思ってた。離婚ごっこってどんな遊びよ。そんなわけないでしょ。じゃあお母さん、もうこの家に戻ってこないの？家事や掃除は？専業主婦のお母さんがいないとひな困るんだけど。その家には戻りません。ひなたもこの家に住みたいからお父さんについていくって自分で言っていたじゃない。これからはお父さんと二人三脚で暮らしてください。うわ、だるい。お父さんと二人とか絶望的だよ。もう離婚とかどうでもいいから家事だけしに来たよ。それでいいじゃん。なんですって？お母さんの役割はいらないから家政婦やれって言ってんの。それじゃあ洗濯当弁当よろしくね。ちょっとひなた、あなたお母さんのことなんだと思っているの？何キラだの？専業主婦と家政婦と同類じゃん。いや、給料も出ない分家政婦以下か。あなた、お母さんのことをそんな風に思っていたの？事実じゃん。たかが家政婦なのにお父さんと離婚なんかしてバカみたい。これからどうやって生きていくつもりなの？心配しなくても結婚前に取った資格はいくつかあるの。職には困りません。専業主婦で家の中にいた方が楽だったのに。いい年したおばさんが働くとか地獄でしょ。あのままお父さんと暮らしていた方が地獄です。お父さんに浮気されたんだっけ？あのさ、それくらい許せなくてどうすんの？社会には浮気よりも理不尽なことがいっぱいあるんだよ。あなたまだ社会に出たこともないでしょうが。家のことしかできないおばさんだもん。浮気されて当然だよ。なのにお父さんのこと許せないとかわがまますぎでしょ。あなた、それでもお母さんと同じ女なの？大事な人に裏切られたんだよ。同じ女ではあるけど、私とお母さんレベルが違うし。お母さんは浮気されて当然の低レベル女だけど、私は格上の女だからな。それは若さのことを言っているのかしら？それもあるけど、純粋に女子力？家政婦でしかないおばさんなんて誰も魅力を感じないよ。お父さんに浮気されても仕方ないんだよ。お母さんなりにちゃんと身だしなみは気をつけています。いやいや、家政婦の時点で身だしなみとか関係ないから。家政婦は家政婦、掃除のおばちゃんと恋に落ちますかって話だから。掃除のおばちゃんと恋に落ちたっていいじゃないの。無理無理。家政婦も掃除のおばちゃんもただの使用人じゃん。まず異性として見れないから。何が何でもお母さんを原因にしたいのね。だって浮気をされる方が悪いんだもん。そう。それにお母さんは中卒でしょ。お父さんともともと釣り合ってなかったんだよ。ひなた、どこでそれを？お父さんから前教えてもらったんだ。お前のお母さんは中卒だぞ、お前はあんな風になるなよってね。お父さんがひなたにそんなことを？お父さんに言われなくてもお母さんみたいになるわけないじゃん。このご時世で中卒とか恥ずかしすぎて生きていけないから。中卒のお母さんってそんなに恥ずかしいこと？え？自分がどれだけ惨めな学歴かわかんないの？やばい、さすが中卒。中卒でもいいじゃない。自分で自分の人生を決めて生きるのも楽しいわよ。いやいや、中卒なんてろくな仕事につけないから。お母さんみたいに家政婦するしかないんだよ。自分の人生を地獄行きに決めてどうするのよ。そっか、ひなたはそんなに中卒のお母さんが嫌なんだね。当たり前じゃん。それでも前までは家政婦でいてくれたから好きだったのに。離婚なんてバカなことをした女だと思っているよ。よくお母さんにそんなこと言えるわね。今までお父さんと一緒に頑張って育ててきたのに。中卒にしては優秀な娘に育ったでしょ。コンビが鷹を持ってこういうことだよね。何言ってるのよ。帰りの子は帰りの間違いでしょ。あ、そんなわけないじゃん。私と中卒のお母さんを一緒にしないでよ。お母さんなんて中卒でバカだし、専業主婦のくせに浮気も許せないダメ女じゃん。お母さん浮気されて当然のおばさんなんだよ。さすが浮気女の子供だよね。は？言ってることが全部あの女にそっくり。 DNA って怖いわね。やっぱり育ての親より生みの親なのかしら。どういうこと？
お母さんとひなた、本当は血がつながってないのよ。あなたはお父さんの前の浮気相手の子供よ。え？お父さんも言っていたでしょ？お前のお母さんは中卒だって。あれ、あなたの生みの親のことだから。すだったの？お母さんは大学に進学しているし、院にも進みました。自分で言うのもあれだけど、そこそこ注目されていた研究者だったんだから。マジ？対してあなたの生みの親は、お父さんの会社にやってきた派遣社員さん。中卒でずっと働いてきたんですって。それでお父さんと浮気してあんたができたの。それ本当なの？まあ疑うのは無理はないわよね。今度親子関係の鑑定書のコピーを送ってあげるわ。家を出ていくときに原本は持ってきたからね。本当に私は浮気相手の子供？お母さんと血がつながってない？よかったわね、家政婦の実の娘じゃなくて。でも中卒浮気女の娘だったけどね。でもどうしてお母さんが浮気相手の子供なんて育てているのよ。そんなのおかしいよ。それは浮気女が押し付けてきてどこかに消えたからでしょ。え、浮気だけじゃなくて妊娠したかと思えば、産むから認知しろ、生活費よこせって言い出して、最終的には一人で育てられないからあげるって押し付けてきたの。待て、生みの親が最低すぎて平成になってきたんだけど。私に一度も浮気のことを謝らなかったわ。ずっとひなたと同じことを言っていたもの。浮気はされる方が悪いんだってね。そうなの？まあもう昔のことだし別にいいけどね。離婚してお父さんとは縁を切ったし、私に実の娘はいないんだし、離婚のおかげでようやく自由に生きていけるわ。どうぞ新しい家政婦さんを見つけてね。その私の家政婦はお母さんだけだよ。そんな二度と会えなくなるみたいなこと言わないで。離婚したし親権はお父さんだし、二度と会うつもりはないわよ。育ての親を家政婦扱いするような娘なんて知りません。ま、娘でもなかったんだけどね。それじゃお父さんと仲良くね。お母さんお願い戻ってきて。もうお父さんとは住めない。やっぱりうちにお母さんが必要だよ。あら、どうしたの？お父さんと仲良く暮らしてる？仲良く暮らせるわけないよ。こんな汚い家で掃除も洗濯もものすごく溜まっているの。二人で協力してやりなさい。そんなのできないよ。私もお父さんも家事とか全然できないし。全部専業主婦だった私に丸投げだったもんね。それじゃあ新しい家政婦さんでも雇ったら？あなたがついていきたいって選んだお父さんに頼みなさい。お父さん、そんなお金はうちにないって言うの。なんでお金ないんだろうね。ひなたにはわかるかな。ヒントは浮気した側が払うものです。慰謝料ってこと？大正解。お父さんは貯金のほとんどをお母さんに支払ったので、家政婦を雇う余裕なんてありません。貯金をほとんど？なんでそんなにお母さんがもらえたの？実は前回の浮気の時に誓約書を交わしていたんだよね。次また浮気をしたら全ての資産を渡しますって。誓約書？さすがに親権があるから全財産を奪うのはやめたけどね。それでも貯金のほとんどはあんまりだよ。そのせいで私大学に行けないんだよ。え？お父さんがね、家政婦も無理だし大学も無理、お金がないから諦めろって。お母さんがお父さんの貯金を奪うからだよ。奪っていません。約束を守ってもらっただけです。恨むなら誓約書があるのに浮気したバカなお父さんを恨みなさい。じゃあ養育費払ってよ。養育費？私が？そうだよ、親権はお父さんだもん。お母さんは養育費を支払う側になるよね。それで私の大学費用なんとかしてよ。養育費は子供に払うものなのよ。私はお母さんの子供だもん。まだ高校生だから子供だもん。血のつながっていないのに何を子供よ。私は家政婦として育てただけです。ただの家政婦か？養育費を払うわけないじゃない。家政婦なんかじゃないよ。お母さんはお母さんだよ。私はお母さんの娘。血のつながっていない他人の娘です。育ててきた愛情もあったけど、もうどこかに消え去りました。家族を家政婦扱いするような子は知りません。そんなこともうしない。だからお願い、このままだと私だけ大学進学できないの。友達みんな大学に行くのに。高卒でもいいじゃない。嫌いな中卒より3年も多く学生で入れたんだから。嫌だよ、こんなの理不尽だよ。大人の都合で子供を振り回すなんて。職
会はね、もっと理不尽なことがあるんだよ。高校卒業したらすぐに社会に出れてよかったね。生みの親と同じく派遣社員でもしてみたら？そんなの絶対に嫌！実の親が浮気女だったなんて、ほんと最悪！またまた、家政婦の娘よりはマシでしょ？家政婦の娘の方がマシだよ！家政婦だなんて言ってごめんなさい。私、家事がこんなに大変なこと知らなかったの。これからは手伝うから帰ってきてちょうだい。離婚したのでもう無理です。それじゃあまたね。お父さんと二人で仲良く成長してください。日向と元夫の間にはなかなか深い溝ができてしまい、家は汚部屋状態。食事も基本的にはカップ麺かコンビニ飯なんだとか。日向はバイトも始めて自力で大学費用を貯めているそうです。しなもりさん、就業時間過ぎてるわよ。今日も遅刻。ゆかこ先輩、おはようございます。おはようって、まさか今起きたの？そうなんですよ。聞いてくださいよ。昨日飲み会だったじゃないですか。新入社員の歓迎会ね。それで私帰り、鈴木先輩に送ってもらったじゃないですか。鈴木くん車で来てたからね。飲んでなかったしね。篠森さんと帰りの方向一緒だしって。他にも何人かそっちの方面の子乗せて帰ってたのは見てたけど。それが遅刻と何か関係あるの？酔ったんですよ。お酒に？二日酔いってこと？そうじゃなくて車に。車に？だって鈴木先輩の車、国産車で安いやつじゃないですか。私パパの会社しか乗ったことないし、送迎の車も会社だったから、安い国産車に酔っちゃったんです。それ本人に言ってないわよね。え、私素直だから言いましたよ。わざわざ送ってくれた人に対してそれはあんまりじゃない？でも私を送りたいなら、せめてポルシェですよね。そんな話どうでもいいの。ご自慢の会社に送ってもらって、今すぐ出社しなさい。ちょっとゆかこ先輩、話聞いてました？私酔っちゃったんですよ。それは昨日の話よね。今も体調が悪いの？そんなのないですよ。うちの家のシェフは完璧なんですよ。車酔いに効く、お夜食をすぐに作ってくれて、すっかり元気です。それじゃあ出社できるわね。今日は明日の商談のために打ち合わせがあるのよ。すぐに出社してください。もうか、今からメイクして着替えて出かけるの面倒になりました。本音はそれね。篠森さん、いくらあなたのお父様がこの会社の社長でも、そう好き勝手に遅刻したり早退したり休んだりされたら仕事にならないの。何のためにうちの部署に人がたくさんいると思ってるんですか？みんなでカバーすればいいじゃないですか。たくさんの仕事をこなすために人手があるの。うちの部署の人間はみんな、それぞれ責任持って仕事を担当してるんだから、あなたのカバーなんてする暇もないの。ただでさえこの時期は忙しいんだから。でも私新人だし、明日の商談も先輩が行けばいいじゃないですか。篠森さん、そもそも新人のあなたに仕事を任せるわけにもいかないし、今までの就業態度で危機感しかなかったから大きな仕事とか任せてなかったのに、あなたが商談やってみたいってお父様に言って、上からの命令であなたが今回の商談を担当することになったの忘れたの？でも先輩は私の教育係であり上司なんだから、先輩がフォローしないと。一人でできるもんって担当を自分一人にしたのはあなたよね。そうだっけ？だから最大限できる範囲でフォローしてるし、商談に行く前の確認とか練習とか、わざわざ今日時間を取ってやるわよって言ったんじゃない？わかったわかった。明日ちゃんと商談行ってきますから、そんなみくじら立てないで。それじゃあ早く出社してください。15時には出社します。午後？私今日は他の会議が夕方に入ってるから午前中しか時間取れないって言ったよね。それはそっちの都合じゃないですか。私は社長の娘なんですよ。ちょっとはこっちに合わせてくれないと。明日は本来なら私かもっと上の人がやるべき商談なんだから、絶対に失礼のないように確認しないといけないことがたくさんあるのよ。
ちゃんと分かってますって。資料だって読んだし、私だってパパの会社潰す気はないですし、そう思ってくれているならいいけど。なるべく早く支度して出社するんで、ちょっと待っててください。白森さん、返事して。もううるさいな。何ですか？何ですかじゃないわよ。今何時か分かってる？あ、やば。もう昼過ぎとかウケる。全くウケない。今日は絶対遅刻しないでって言ったよね。何度も何度も朝から連絡してたのに。商談で確か10時半からでしたっけ？誰かフォローしてくれました？今部長が出先から戻ってくれてるところよ。そのまま私と部長とあなたで先方に謝罪に行きますからね。お電話では謝罪しておいたけど。いやいや、先輩だけでもすぐに言ってくださいよ。っていうか、私が朝いない時点で誰かフォローしなきゃ。あなたが持って帰らないようにって念を押しておいた商談資料をがっさり持って帰ってるからじゃない。契約書も何もかも。あ、そうだった。しかも社長宅に行ったってのに不在だし、どこにいるの？っていうか、そういうことは後で全部まとめて聞くわ。今すぐ取引先に行って現地で合流しましょう。あ、無理です。え、無理って何？昨日仕事終わったから無性に本場の中華料理食べたくなって。私今上海にいるんですよね、友達と。上海？え、日本にいないの？昨日の夜からいます。本当は朝こっちで朝食済ませてから帰ろうと思ってたけど、なんか寝過ごしちゃって。今起きたんで帰るのは今日の夜かな。嘘でしょ？商談の資料や契約書は？このまま行こうと思ってたから持ってきてますよ。私めちゃくちゃ偉くないですか？大事な資料なのに？まあそういうことなんで、商談はそっちで何とかしてください。これがどれだけの損害を生むか分かってるの？社員としてどれだけ会社に迷惑をかけたか分かってるの？でも私社長令嬢だから絶対クビにならないし、パパも私に期待してるって言ってるし、もう諦めてください。お土産にこっちの美味しい紅茶買って帰ってあげますから、フォローしてくれた人にお礼も込めて。私カフェイン飲めないから大丈夫よ。あ、そうなんですか？なんかかわいそう。お気遣いどうも。日本のことは日本にいる私たちで何とかするので、篠森さんは上海楽しんでください。ゆかこ先輩、超嬉しい。パパにボーナスあげてあげてってお願いしといてあげますね。っていうか、篠森さんじゃなくて、れいこちゃんっていいですよ。パパも篠森だし、あれ、既読つかなくなったけど、今フォローしてくれてる感じ？ゆかこ先輩、ありがとうございます。先輩、おはようございます。もう13時ですけどね。私よく眠らなきゃいけない病気なのかも。白雪姫病的な？多分どちらかというと眠りの森の美女じゃない？どちしろプリンセス病なんですよ、きっと。それじゃあ早めの受診をおすすめします。あ、そうそう、私企画開発とかアイデア出す仕事やりたいから、そろそろ部署移動させてくれません？まあとにかく今起きたんで、これから支度しますね。社長令嬢だから自由出社ってことで。あなたクビです。え、クビ？何の冗談ですか？私社長令嬢なんですよ。パパが私をクビにするわけないじゃない。この前大損害を出したばかりなのに。ちょっとゆかこ先輩、冗談が過ぎますって。私社長令嬢なんですよ。どんなに失敗してもいいんです。だってパパは社長だし、期待されてるし。そのパパが娘はクビだって。え、なんで？どうして私をクビにするの？っていうかパパから何も聞いてないんですけど。あなたの就業態度がひどすぎて、以前からコツコツ集めてたのよ。態度改善を訴える署名を。署名？そんなものにどれだけの効力があるかは知らないけど、今までの就業態度、遅刻の実態、この前の商談の件も証拠付きで資料をまとめて署名と一緒に社長に提出したの。それ私を追い出すために？品質すぎるでしょ。それからもし改善が見られないようなら、うちの部署の人間全員会社を辞めますって。これはほとんど賭けだったけど、その旨も合わせて署名集めて提出したの。そんなバカなことあります？私一人のために会社辞めるとかバカなの？言ったでしょ、ほとんど賭けだって。そもそもあなたがあれやりたいこれやりたいってパパのコネを使って仕事を増やすくせに、
いざとなると他の人に丸投げするから私たちキャパオーバーだったんです。でも仕事が多い方がいいじゃない。キャパオーバーになると本来自分が抱えてた仕事に支障が出るからいいわけないでしょ。新人だから教育機関だからって何度も説得したのに聞いてくれなかったしね、あなたのパパ。私に期待してるからね。でもさすがに前回の商談の損害を数字で見てやばいって思ってくれたんでしょ。それで私たちかあなたかを選んだって話ね。私を選ばなかった。パパが？私娘なのに？というわけでもう出社しなくて大丈夫です。ちょっと待ってください。こんなの違法なんじゃないですか？パパが簡単にクビにできないって前に言ってたもん。あれだけの損害を出したのに？ほとんど遅刻してたのに？詳しいことはお父様と話してください。今仕事を切り上げてご帰宅されたので。もういいわよ。こんな助け合い精神も何もない会社、私の方から辞めてやる。パパの会社だから入ってあげただけなんだから。私は別に働かなくてもパパのお金があるからずっと遊んで暮らせるし、思い立ったらすぐ海外行けちゃうお金持ちなんだからね。それは品森さんがそのまま実家に住み続けられたらの話ね。私の家なんだから住み続けられるに決まってるじゃない。お父さん許してくれるといいわね。首くらいで。どういうこと？今回の署名の中にね、別部署だけど会社のフル株の田山さんの署名もあったのよ。田山さんって重役でしょ。会社がここまで大きくなった立役者。もともと田山さんが先代の社長、つまり篠森さんのおじい様ね、先代と一緒に若い頃からコツコツ大きくしたって社員みんな知ってる話よ。それが何？その田山さんがあなたを何とかしないと会社を辞めるって署名したの。どういうことかわかる？どういうこと？今は引退されてるおじい様も今の社長も頭が上がらない。田山さんが辞めたらおじい様きっと怒るわね。しかもそれが自分の身内が原因ならなおさらね。その田山さんがね、よそのご家庭のことだけど娘を本当に思うなら独り立ちさせなさいって社長に言ったらしいわ。え？独り立ちって家から追い出されるってこと？その辺はわからないけど、これから社長があまりあなたにとって良くない話をすることは確かでしょうね。そんな、私一人暮らしとか絶対嫌。料理したり洗濯掃除する人がいないと絶対嫌。私もあなたは自立した方がいいと思うわ。いつまでも親がいると思ったらお間違いよ。ゆか子先輩、私パパに怒られたことないの。一緒にいてよ。今家にいるから今すぐ来てください。私はもうあなたの教育係じゃないのでお断りします。きちんと社会人として教育ができなくてごめんなさいね。それじゃ短い間だったけどお疲れ様でした。え、嘘、見捨てるつもり？ちょっとゆか子先輩、最後まで面倒見てよ先輩。白森さんはやはり社長により家を追い出され、現在一人暮らしを始めたそうです。初期費用のみ社長が出し、あとは自分で何とかするように言われ、就活を始めるも遅刻癖が治らず、前途多難だと聞きました。今では思い立ったら海外に行くお金もなく、その日暮らしの生活だそうです。ゆき、久しぶり。私たちの結婚式の招待状もそっちに届いたかな。私もヨータもすんごく楽しみにしてるから絶対に出席してね。久しぶりミク。それなら昨日のうちに届いたし、もう返送もしているよ。もちろん欠席に大きく丸つけておいたから。はぁ、なんで友達の結婚式を欠席するのよ。ここは出席しかないでしょうが。はぁって言いたいのはこっちの方なんだよ。なんであんたたちの結婚式に私が出ないといけないの？元彼とその彼を奪った略奪カップルの結婚式にね。でも私たちは友達でしょ。招待状も一緒に手紙も入れてたと思うけど読んでくれた？友達代表のスピーチもお願いしたいって書いてあったでしょ。それぐらい私にとってユキは大事な友達なのに。じゃあなんでそんな大事な友達からヨータを奪ったのよ。あんたたちが結婚するのは別に構わない。でもその姿を見るなんて絶対に嫌。今だってあんたたちの浮気が分かった日を思い出すと怒りが止まらないの。二度とあんたたちの顔を見たくないんだから。うっそー、ユキ、あんたまだ怒ってるの？確かにヨータ君のことは奪ったよ。でももう半年も前のことじゃん。
そろそろ許してくれたと思ったのに。はあ？いくら時間が経とうが許すわけないじゃない。あんたは友達を裏切ったのよ。でも、私たちの仲じゃん？中国から一緒なんだし、許してくれたっていいじゃん？余計に許せないっつーの。あんたは長年の友情に亀裂を入れたのよ。もう、どんだけ陽太くんに未練があるのよ。陽太くんも、憎い男ね。ここまでユキに好かれるなんて。まあでも、そんな彼は私と結婚するんだけど。はい？ちょっと何なの？さっきからやたらと腹が立つんだけど。まあまあ、そんな心の狭いこと言わないで。私たちの結婚式に来てよ。そこそこ豪華な式にするし、きっと来るだけでもすっごく楽しいよ。それに私たちの綺麗な新郎新婦姿を見れば、怒りも浄化されるから。あんたらが浄化されなさい。神聖な式場で極悪非道の悪魔が結婚式あげてんじゃないわよ。ひどい。そこまで言わなくてもいいじゃない。謝罪もない奴らの結婚式なんて誰が行くか。あんたたちは気づいてないだろうけど、私はまだ一度もあんたたちから謝罪を受けていないんだからね。浮気が発覚した日から一度もね。あー、それでねじねじ怒ってたの？もう謝って欲しかったなら先に言ってよ。そういうことなら全然謝るからさ。は？ユキを置いて先に結婚しちゃってごめんね。でも安心して、独身のユキとはこれからも友達でいてあげるから。ヨタ君と結婚できる私と違って自分は負け組独身なんだって、そんなこと全然思わなくたっていいからね。は？あんたそれ本気で言ってるの？今のこれが裏切った友達への謝罪っていうわけ？あれ、まだ謝罪が足りなかったかな。じゃあこれはどう？先に幸せになってごめんね。彼と結婚したくても独身のあんたと仲良くしてあげるから。もう結婚してるけど。え？だから仲良くしてくれなくて結構よ。まともな謝罪もできないなんて、あんたと長年友達だったことが恥ずかしいわ。え、ちょっとユキ、結婚してるってどういうこと？あんた急に何を言ってるの？事実だよ。ヨータは奪われてからもう半年、その間に素敵な縁があって結婚したの。え、結婚？独身の私を嘲笑いたかったみたいだけど残念でした。もうとっくに結婚して幸せな日々を送ってるっつーの。意味わかんない。半年の間に結婚ってありえないでしょ。いや別にありえる話でしょ。交際ゼロ日婚っていうのもあるくらいだし。あ、待って、私わかったかも。もしかしてヨウタ君に捨てられたのがショックで、それでろくでもない男と結婚したってこと？はい。ああ、そっかそっかそっか、そういうことか。確かに男の傷を忘れるには次の男って言うもんね。でもそれで結婚ってちょっと浅かすぎかな。まだ独身の方がマシだっつーの。大谷ゆきったら勝手にどんどんめじめな女になっていくんだから。どうやっても私を見下したいよね。それじゃあ結婚式は欠席ってことでよろしくね。友人代表スピーチも他の誰かに頼んでちょうだい。おい、ゆき、お前勢いでろくでもない男と結婚したってマジかよ。みぐちゃんから話は聞いたぞ。結婚は本当よ。でもお相手はろくでもない人じゃないから。あなたと違って誠実でとてもいい人よ。何言ってんだお前、俺に捨てられた頭を狂ったのか。はあ？結婚っていうのは数年間付き合ってからするもんなんだよ。相手のことを長い時間かけて理解して、それでようやく結婚するんだよ。その結果友達に浮気されることもあるって分かったの。だから交際期間なんて気にしないで入籍することにしたのよ。嬉しいことに相手からも早く私と結婚したいって言ってもらえたし。本当にバカな女だな。たとえ俺に捨てられても、その恋の痛みがお前をより素敵な女性にしてくれるんだ。なのにお前ってやつは勢いで変な結婚なんかしやがって。せっかく作ってやった俺の恋の傷が台無しじゃねえか。言ってる意味が全然わかんないんだけど。あ、そうだ、せっかくだしお前の旦那ってやつも結婚式に連れてこいよ。旦那として参列したらいいじゃん。はあ？そしたら俺たちはろくでもない旦那かどうか確認できるし、
勢いで結婚したんじゃないって言うなら連れてこれるだろ。俺とミキちゃんでお前の旦那を採点してやるよ。誰が大事な旦那を連れていくか、ミクには伝えたけど、式には絶対に行かないから。それじゃあ二度と連絡してこないでよね。見ちゃったー。ユキが旦那と歩いてるところ見ちゃったもんねー。ぷぷぷぷぷぷー。本当に結婚してたんだ。え？実は今日、ヨタ君と式場の最終打ち合わせに行ってきたの。で、その帰りに、ユキのこと見かけちゃったんだよね。男の人と腕を歩いていたけど、あの人が旦那さんでしょ？確かに腕を組んで歩いていたわね。でもそれが何だっていうのよ。遠目から見た感じだけど、意外といい男じゃない。しかもジュエリーショップから出てきてたわよね。あそこ結構な高級ブランドだったと思うけど、どうしたのよ。まさかプレゼントでも買ってもらったの？そうだよ。結婚指輪を買いに行ってたの。指輪を選ぶよりも先に入籍したからね。入籍後に結婚指輪を選んでデザインもしてもらって完成して、それで今日ようやく受け取りに行ってきたの。うっそ、高級ブランドでオリジナル作ってもらったの？うん。彼が大事なものだからって買ってくれたの。薬指に。指輪があると夫婦として気が引き締まるわね。いいなぁ。そんなに金払いのいいだなんて聞いてないよ。ヨータくんと全然違いすぎて羨ましいんだけど。え？だってヨータくんたらね、どうせ結婚指輪しかつけないんだからって、婚約指輪も買ってくれなかったんだよ。その分、結婚指輪を奮発してくれるのかと思ったのに、毎日つけてると傷つくから安物でいいって言い出すし、そのせいでたった数万の結婚指輪なの。別にそれでもいいんじゃない？指輪に何を求めるかは人それぞれよね。私は豪華で可愛い指輪がいいの。それとできれば、ユキよりもお金がかかってるやつ。はい？私がユキよりも安い指輪ってなんか悔しいじゃん。っていうか、金払いのいい旦那ってのも悔しいし。だからさ、ちょっと提案なんだけど、旦那を交換してみない？ちょっとミク、急に何を言い出すのよ。いいアイデアだと思うんだよね。どうせ勢いでの結婚だし、来週はヨータくんに見るのってあるわよね。そのヨータくん、あげるって言ってるんだから嬉しいでしょ。あんたにとっても悪い話じゃないわよね。は？だから私にあんたの結婚相手をちょうだいよ。どうせろくでもない男だと思ってたけど、金払いのいい男なら結婚してあげてもいいわ。お互いに旦那を交換して本当に好きな人と結婚しよう。私一瞬でユキの旦那さんを好きになっちゃったのよね。誰がそんな尻柄女と結婚するかよ。え？隣にいる彼からの伝言よ。俺が好きなのはユキだし、ユキが好きなのも俺。こっちはすでに本当に好きな人と結婚できてるから巻き込むな。だって、え？あなたたちのことは彼に話したことがあるんだよね。だから隣の私のスマホを見ながら爆笑しているよ。よくこんな人たちと友達だったね。変な頭の病気が移ってなくて本当に良かったよって。ああ、彼も言ってるけど、私は浮気男と結婚なんてしたくもないの。そして彼もあんたみたいな女はお断り。じゃあ交渉不成立ということで二度と連絡してこないで。ちょっと待ちなさいよ。あんたもあんたの旦那もなんなのよ。せっかく声かけてやったのに調子に乗ってんじゃないのよ。せっかくってあんたは一体何様なのよ。それじゃあね、尻柄女、結婚式前によその男に尻尾振ってんじゃないわよ。まあユキ、お前本当に俺以外の男と結婚なんてしちゃったのか？はい？お前は俺のことあんなに好きだったじゃないか。ろくでもない男と勢いで結婚したのも俺の当てつけだろ。本当は俺にまだ未練があるんだろ。なのにあんな幸せそうな顔なんてしてんじゃねえよ。俺以外の男と腕なんて組んでんじゃねえよ。何このライン、全然意味わかんないんだけど。はあ？お前、俺がどんな思いでこの一週間を過ごしたと思ってるんだ。お前が他の男と歩いてる姿が頭から離れないんだよ。ご飯も喉が通らないんだ。本
当によくわかんないけど、あんたじゃこれっぽっちを見れんなんてないからね。彼と結婚して大正解だったわ。何言ってるんだよ。お前の幸せにできるのは俺だけだろ。だから俺のところに戻ってきてくれよ。は？急に何なのよ。戻ってこいって、あんたにはミクがいるじゃないの。これからミクと結婚する男は一体何を言ってるの？自分でも何言ってるかわかんないよ。でも俺、お前が他の男と歩いてるところ見たらさ、いろいろ考えちゃうんだよ。その、やっぱり俺の運命の相手はお前なのかもとかさ。はい？なあ、俺とよりを戻さないか？実はここ最近あいつも俺になんか冷たいんだよ。なんか婚約指輪を買ってないことを恨んでるみたいでさ、こんなことで冷たくなるような女と結婚なんて俺嫌だよ。知るかんなま、マリッチブルーにこっちを巻き込んでんじゃないわよ。そんなんじゃないんだよ。俺本当に今いろいろと考え直しててさ、マジで俺お前とやり直したいんだよ。私にはもう素敵な夫がいるの。分かったら二度と連絡してくるな。ちょっとユキ、一体どうしてくれるのよ。こんなクシャひどいじゃない。え？今朝ヨータくんから結婚やめたいって言われたのよ。あんた、私が知らない間に彼とユリを戻したんでしょ。金持ちの旦那がいるくせに、よくも私のヨータくんにちょっかい出しやがったわね。そんなことするわけないでしょ。くだらないトラブルに私を巻き込まないで。ふざけんな。もう結婚式まであと少しなのに。なのに結婚式中止に追い込んでおいて何を言ってるのよ。絶対にあんたのことは許さないんだからね。こうなったら訴えてやるんだから。はぁ？どうせあんたが陽太くんを誘惑でもしたんでしょ。それにこんな結婚式直前に私に別れるって言ったのよ。だから婚約破棄の慰謝料をよこしなさい。それが無理なら金持ちの旦那を私に譲りなさい。むちゃくちゃすぎる。あんた自分で何言ってるか分かってるの？彼が結婚中止を言うなんて原因はあんたしか考えられないのよ。だからその責任を取れって言ってるだけじゃない。金か旦那か早くどっちかよこしなさい。なんだったら両方でもいいけどね。責任取るのはあんたでしょ。バカなこと言ってないで、とっとと結婚中止の責任を取ってきな。は？なんで私が責任を取るのよ。私は陽太くんに捨てられかけてる被害者なのよ。あんたのどこが被害者よ。婚約中の浮気全部陽太にバレてるわよ。え？実は私の夫は更新所の経営をしていてね、そこに陽太から依頼があったのよ。最近婚約者の様子がおかしいから調べてくれってね。更新所ですって？最近陽太に冷たく当たっているんだって。それで私に泣きついてきたんだけど、自分で何とかしろって突き放したのよ。そしたら彼らにいろいろ考えて更新所に頼むことにしたそうよ。でもまさか夫の事務所にやってくるとはね。さすがにあの時はびっくりしたわ。ちょっと待って、一旦整理させてちょうだい。まずあんたの旦那は会社経営をしていたってこと？それで高級ブランドの結婚指輪も買ってもらえたってわけ？そこから整理するの？で、その会社が更新所？更新所ってあれよね、浮気調査とかのやつよね。そうよ。ねえ、ヨータも浮気調査を依頼しに来たの。婚約者の様子がおかしいから浮気をしてるか調べてくださいってね。え？まさかの依頼者だけど。仕事は仕事、夫はその依頼を引き受けたの。そしてその結果あんたの男遊び全部バレちゃってるわよ。金払いのいい男性とたくさん遊んでいるそうね。とりあえずヨータと結婚しておいて、そのうちその中の誰かに乗り換えようって考えかしら。ちょっと待って、本当に全部バレてるの？とりあえず先週のデート相手は全員バレてるわよ。会社経営者、大手企業営業マン、外資系コンサル、よっこの短時間でこれだけの人を見つけたわね。嘘でしょ、マジで全部バレてるんだけど。そりゃヨータも結婚中止を宣言するわよね。婚約破棄の慰謝料も私に払ってもらうどころか払う側だしね。いくら請求されるか知らないけど頑張って。ちょっと待って、私慰謝料請求されちゃうの？当たり前でしょ、婚約期間中に浮気をしてたんだから。でも悪いのはヨータくんじゃん。私に婚約指輪買ってくれないからだよ。結婚指輪もユキより全然安いし、だから浮気されるんじゃん。
あとは二人で話し合い頑張って。それじゃあ私はもうブロックするわ。え？だって何度連絡するなって言ってもしてくるんだもの。もうしつこいから根こそぎ連絡を断ち切ります。というわけでこれっきりだからね、ミク。慰謝料支払い頑張ってね。正式に二人は婚約破棄をすることとなり、ヨータは浮気調査の結果を叩きつけて、ミクに慰謝料を請求したそうです。ミクは親に泣きついて支払いの肩代わりを頼んだそうですが、すべての事情を聞くと、ご両親は泡を吹いて倒れて緊急搬送。病院で絶縁宣言を受けたと聞いています。その後ヨータからは、あの時は調査を引き受けてくれてありがとう。俺を見捨てないってことはやっぱり、ユキは俺のことがまだ好きなんだな！と調子に乗った連絡がありましたが、夫が、あなたからの依頼はこれ一回限り、妻に近づいたら次は請求される側になることを忘れなく。と釘を刺してくれたので、それっきり連絡は来ていません。その後すぐにヨータもブロックしておいたので、ようやく平和な日々が訪れそうです。今日赤ちゃんのおむつ一式送りましたから、え、受け取りお願いしますね。とりあえず1ヶ月は持つと思いますから。え、ちょっと待って、さやちゃん、おむつって何のこと？あれ、まだお兄ちゃんから聞いていないんですか？え、まだって？もうお兄ちゃんたら、こんな大事なことまだ黙っておくなんてひどいサプライズですね。え、いきなりのごめんなさい、ゆいさん。実はこないだ産んだ私の赤ちゃん、正式にお兄ちゃん夫婦にあげることになったんですよ。なんですって？いやー、ほんと助かりますよ。私まだ大学生だし、彼氏には逃げられるして散々で、里子に出すよりお兄ちゃん夫婦にあげた方が安心ですよね。ちょっと待ってちょうだい、さやちゃん。そのことならずいぶん前にきちんとお断りしていたはずだよね。出産前からお願いされていたけど、はっきり断ったじゃない。悪いけど会いに来とることはできないわ。育てられないなら里親でも養子でもどこでもいいから出してきなさい。そっちの方がお断りです。里親とか見ず知らずの家庭に養子に出すとか、まるで私が赤ちゃんを捨てるみたいになるじゃないですか。え、ゆいさん、私そんなひどい母親になれって言うんですか？よく自慢にそんなことが言えますね。いや、でも自分で育てられないのは事実だよね。捨てるという表現は残酷かもしれないけど、自らの意思で手放すのは事実でしょ？違います。私はお兄ちゃん夫婦が望んでいるから譲ってあげるんです。お兄ちゃんだってそう言ってくれてるんですから。え、お兄ちゃんが引き取るって言ってくれたんです。むしろ引き取らせてくれって。ゆいさんに黙って引き取ってしまえば必ず最後は許してくれるからって。何よそれ。いくら反対しているゆいさんでも先に引き取っちゃえばもう文句は言えないだろうって。お兄ちゃんってば意外と作詞ですよね。何が作詞よ。こんなの騙し討ちっていうのよ。強引に引き取れば私が引き下がるとでも思ってこんなことを。でも実際引き下がるしかないですよね。だっておむつとか赤ちゃん道具一式は送ったし、何よりついさっきお兄ちゃんに赤ちゃんも渡したし。え、お兄ちゃんたちって結婚してもう5年ですよね。なのに子供が全然できないじゃないですか。だからそんな兄夫婦に今井からのハッピーギフトですよ。は？お兄ちゃんから聞いてますよ。不妊治療しても全然できなくて、すでに100万以上使ってるんですってね。いやだ、生きとったら治療関係は誰にも言わないだって言ってあるのに。お兄ちゃんも治療に疲れたみたいです。手っ取り早く子供が欲しいから、だから私の赤ちゃんでも全然構わないって言ってくれたんですよ。そんな、むしろ産まなくても赤ちゃんが手に入るので超ラッキーって喜んでいましたし。なんですって？何でも妊娠で奥さんがヒステリックになった話を職場の同僚さんから聞いたみたいなんですよね。だから赤ちゃんをまずにゲットできればヒステリックの嫁に悩まずに済むから最高だって。なんて人なの？そんな理由でさやちゃんの子供を引き取るっていうわけ？ゆいさん、もういいじゃないですか。100万以上かけて赤ちゃんがお腹に来なかったんですよね。そろそろふんぎりをつけて私の赤ちゃんを育てましょうよ。絶対に嫌よ。私は自分と彼の子供だから欲しいの。産めないならいっそ子供のいない人生でいいわ。お兄ちゃんかわいそう。お兄ちゃんはゆいさんと違って絶対に子供が欲しい派なのに。
考えが違うなら二人で今後について話し合っていくまでよ。それが夫婦というものだもの。なのにまさか勝手に赤ちゃんの引き取りを決めてくるなんて、リクトさんにはがっかりだわ。お兄ちゃんはユイさんにがっかりだっつーな。せっかくリスクなして赤ちゃんが手に入るチャンスなのにさ。何がチャンスなものですか。だってホルモンバランスが崩れてヒステリックになることもないし、産後体型が崩れることもない。何より痛い思いして産まなくていいってのが最高じゃないですか。悪いけど私にとってそれはリスクではないの。命を産み育てるんだもの。必要不可欠なこともあって何のリスクもデメリットもないわ。産んでもないくせに妊娠出産を語るなっつうの。全然心に響きませんから。痛い思いしなくても子供が手に入るんだから感謝するところですよ。私の赤ちゃんは兄夫婦で仲良く大事に育てたよね。今離婚してきたわ。え？たった今離婚してきたの。だからごめんなさいね。夫婦仲良く大事に育てることは不可能よ。え？離婚してきた？しかもたった今？うん、たった今。はぁ？なんで？なんで今離婚するんですか？お兄ちゃんが赤ちゃん抱えてそちらに向かってるところですよ。だから離婚してきたんじゃない。こんな時のためにこの間離婚届を書かせておいてよかったわ。え？前にさやちゃんの赤ちゃんを引き取るか話し合った時にね、少し喧嘩になったのよ。私も頭に血が上って、引き取るなら離婚だって離婚届を叩きつけたの。そしたら売り言葉に買い言葉で彼もサインしてくれてね。まさかその離婚届を出してきたってこと？そういうこと。一応その後は冷静に仲直りして、赤ちゃんは引き取らないし離婚もしないってことにはなったんだけどね。こんな裏切りが待ってるかもって念のため離婚届は取っておいたのよ。念のためすぎるでしょそんなの。まさかお兄ちゃんたちが離婚でなんて。あなたたち兄弟揃って引き取ってしまえば私をどうとでもできると思っていたんでしょ。でも残念ね。私は有言実行が座右の銘なの。赤ちゃんを引き取るなら離婚その通りにさせてもらったわ。ふざけないで。こんな勝手な離婚許されると思ってるの？離婚なんて取り消しよ取り消し。勝手に赤ちゃんを押し付けようとした人に言われたくありません。離婚を取り消したいなら赤ちゃんはさやちゃんが責任を持って育てなさい。だから育てられないから兄夫婦に頼ってるんじゃない。私が学生で彼氏にも逃げられたシングルで、頼れるのはお兄ちゃんたちしかいないのに、結局お兄ちゃんがシングル家庭になったら意味ないじゃない。彼が父親役、あなたが母親役でいいんじゃない。夫婦仲良くは無理でも兄弟仲良く育てたら。そんな家庭ありえないよ。そうかしら。多様性が認められる今の時代なら受け入れてもらえるんじゃない。ならあんたが受け入れなさいよ。勝手に離婚するならうちの子供も連れて行け。は？不妊治療しても子供ができない女なんて終わってるよ。きっと次の彼氏も再婚相手もできないわ。子供もできないし、あんたは生涯一人身の寂しい人生で決定よ。勝手に決めつけるなんてひどいわね。でもそれが事実でしょ。だから私の子供はあんたにあげるわ。離婚したら赤ちゃんを受け取って出て行きなさいよ。呆れて何も言えないわ。よくそんなことを人に言えるわね。あんたは勝手に離婚したのはいけないのよ。お兄ちゃんと離婚するなら私の子供も連れて行け。子供を産めないあんたには最高の財産分与になるでしょうし。子供ならいるわよ。え？その反応知らなかったんだから当然ね。だってつい昨日分かったことなんだもの。え？具合が悪くて昨日産婦人科に行ってきたの。そしたら私妊娠してるみたいなのよね。え？嘘でしょ？このタイミングで？本当にびっくりよね。リヒトさんには週末打ち明けようかと思ってたけど、その前に離婚することになるとはね。ってことはまだお兄ちゃんは知らないの？ついさっき離婚届を出したって連絡したし、ついでに妊娠のこともうちを教えておいたわ。認知もお願いしないから、あなたはさやちゃんの子供に集中してねって。でもきっと運転中だし、まだ気づいていないかもね。嘘でしょって。え？お兄ちゃんから今電話が来たの。ユイさんの LINE 読んだって。あ、本当だ、既読ついてる。どうしよう、自分たちの子供ができたならお前の子供を育てられないって。あら、今から U ターンした赤ちゃんは返すって。ユイさんと食えて実の子供を育てたいって。あらあらあら、妹の子供より私の子供を選ぶのね。意外だわ。なん
んでタイミングで妊娠してくれるのよ。せっかくお兄ちゃんに引き取ってくれるって言ってくれたのに、妊娠するなら状況を考えなさいよ。さやちゃんにそんなこと言える資格あるの？大学在学中に妊娠してその相手にも握られてるさやちゃんがさ、自分の状況を考えて妊娠したって胸張って言えるのかしら？計画的に妊娠もしないくせに妊娠を語るなっつーの。どんなに責められても全然心に響きませんから。むしろ自分で育てるチャンスが戻ってきて感謝するところじゃない？自分の赤ちゃんは自分で大事に育ててよね。ひー、何よそれ、私への当てつけのつもりなの？当てつけって何？さやちゃんに言われたことを伝えただけなんだけど。むっかつく、お兄ちゃんが戻ってきてくれるからって調子に乗ってるんじゃないわよ。別に乗っていませんけど。お父さんお母さん揃ってるし、あんたたちの方が子育てしやすいじゃん。実の子供と私の子供を一緒に育ててやってちょうだいよ。さやちゃん、なんか勘違いしていない？私イクトさんと復縁するつもりは一切ないわよ。え、彼からも今復縁しようとか必死な謝罪連絡は来てるけどもう遅いの。私は彼と一緒にお腹の子供を育てられない。最後まで一人で育てきるわ。じゃあ一人で育てるの？せっかくお兄ちゃんがいるのにシングル家庭でいいってこと？あんな人せっかくと呼べるほどの人じゃないわ。赤ちゃんがお腹にいる人をヒステリック嫁って呼ぶ人なんて、そんな父親は私には必要ないの。だからどうぞ、あなたの赤ちゃんは頼りのお兄ちゃんに預けてあげて。でもお兄ちゃんからは絶対に引き取らないって。何が何でもユイさんと復縁するって。今赤ちゃんを突っ返されて猛スピードで戻っていったんだけど。あらあら、それじゃあもうすぐ家に帰ってくるわよね。その前にとっとと実家に避難しておかないと。え、本当に離婚して出ていくの？お兄ちゃんのこと許してあげないの？未来永劫許すつもりはありません。それじゃあね、兄弟仲良く子育て頑張って。元夫のイクトさんからは、勝手に妹の子供を引き取ろうとしてすまない、実の子供の父親にならせてくれと何度も復縁要請が来ていますが、無視を決め込んでいます。そして妹のさやちゃんはというと、頼みのお兄ちゃんが引き取りを断固拒否したため、大学を中退して実家に住み着きながらなんとか育児に奮闘しているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。